はい、皆さん、こんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、続き始めていきましょう。アサシンクリードバルハラということで、改めましてゲーム実況者のテリオンと申します。これまでたくさん動画を投稿してまいりました。3年ぐらい実況させていただいておりますが、病気でね、半年ほど実況できませんでした。ありがたいことで、その間もチャンネル登録者となっておりまして、現在、170名を超えるといった状況です。2022年の10月の終わりぐらいですね。ということでですね、非常にね、嬉しく思っております。ありがとうございます。ただね、病気で半年ほど実況できなかったので、その病気はね、まだ続いているので、それなんとか治したいなと思ってて、病気の回復のためにも、さらなるゲーム実況の回復の、継続のためにも皆さんサポートをいていただけると嬉しく思っております。ぜひぜひチャンネル登録して応援してください。Hello everyone, my name is Terion, I am a game driver. Posted a lot of videos so far. I have been playing live for about 3 years, but I was sick and couldn't play for about half a year.I am aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I would be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで、前回の、塔の上からですが、続きやっていきましょうか。はい。ということで、今回はちょっとね、短めに、まあ、30分ぐらいをめどにやっていきましょうか。イーグルダイブできる場所がまたわかんないな。よいしょ。この寒空の、よいしょ。ヨルビックの街を。そこダイブできそうだったね、イーグルダイブね。よいしょ。で、ここから、とりあえず今回はね、どうしような。まあ、突き刺さる針かな。こっち先にやろうか、そしたらね。よいしょ。大聖堂。そこから、あのね、30分ぐらいでしっかり終われるやつとして、ディスカバリーモードをプレイしてもいいなってちょっと思ってるんですよね。このね、バルハラのね。ただね、バルハラのディスカバリーまだやったことないから、どんな感じかね、わかんないんですよ。これを知ってプレイする方が、やっぱりね、言うことにも説得力が出るかなっていうふうにもちょっと思ってて。今、その、バイキングの世界をね、全く知らない状況で実況してるから、とかね、あと、その、この時代のイングランドについて、何の情報もなくやってるから、ノース人とかデーン人とかさ、いろんな人種が出てくるんだけどさ、あと、なんだったっけ、マーシアとかね、地方の名前とか出てきたりとか、そこら辺のね、基礎情報は何にもない情報の中でやるよりかは、基礎情報を少し知ってる状況でプレイした方がね、少し面白いかなっていう部分もあるんで、ディスカバリーモードもね、ちょっとやっていこうかなって。でもそれやっちゃうとね、あれができなくなっちゃうんですよ。テイルズ・ボブ・ベルセリアがね、できなくなっちゃうから、1日2本ぐらいの動画を上げることをね、目標に、動画を収録することを目標にやってるので、1本ディスカバリーに使っちゃうとね、ヨルビックの倉庫、商人の売り物が保管されてるのはここだな。ここ、まあ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 、回ろう。大体そうだよね。よし、ここに交易長がまたいるかな。おいと、暗殺する倉庫を探索。いやー、そいつ悪いことしないしな、別に。やる必要はないだろう。よいしょ。やはり上から行けるか。倉庫は赤手組が厳重に守る。決勝はよいしょ。なるほど。倉庫に赤手組がいると。インタラクト。来いよ。おい。さあ、基本的にエイボリよりも強い敵ばっかりっぽいな。どうやら商人たちの不満の声は議会まで届いてなかったらしい。倉庫は赤手組が厳重に守ってる。結社はこの港に深く関わってるな。お前何してるんだ。市場へ行けって言ったの。分かってる。どの商人から回収するんだっけ。おいと。さて、よいしょ。赤手組の連中が関わっているということで、
よいしょ。ここに商人たちから横領した品がね、いっぱいどうやら置いてあるっぽい。よし、ここを壊してみんなが入れるようにしておこう。鍵を開ける。あ、これで鍵を開けて狼術が使えるようになって、狼を使って敵と戦うっていう、そういうパターンか。ほい、外誰かいいんだよね。よいしょ、さっきのあいつだろうね。でもね、おっ、差し押さえた異国の品、どれも値打ち物だ。うん、赤手組が資産を増やそうと狙ってるのかもしれない。資産を増やすだと、よいしょ。四天のコーン。私の拠点に商人たちのコインを毎日届けろ。商人たちの露店は目立った黒い布で覆われている。今度は失敗するなよ。針の人差し近づいてるぞ。おお、三人の校長は積み荷を差し押さえ、市場の商人を介して転売してるのか。黒い布の店が関与してる。市場で銀を見せれば連中の興味を引けるかもしれない。よし、ちょっと見てみようか。武器ね、190のところで取れた武器だからそこそこ強いんじゃないでしょうか。四天のコーン、強フィニッシュを当てると一定確率で、爆弾が発生。なんだよそれ。あ、カロリングの条件強いな。こんだけ強かったんだ。ちょっとこれ持ってみようか、コーン。まあ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 、モーション的にはまあ使えるかなって感じかな。で、ちょっとハロウィンセールみたいなのさ、今やってたんだけどさ、ダークソウルは年末かな、安売りになるのね。ソウルシリーズね、1と3はクリアしてんだけどさ、2がクリアしたことなくて、あとあれクリアしなかったね。1、3と、あとはソウルシーズンの新しいやつ。なんだったっけ、こいつじゃないのか、トークできるやつは。黒い布の店。あたりを調べろ、スニー。お宝いっぱいあんな。鍵もいっぱいあるし。市場通ってきたよね、ここに来るまでにね。うわぁ、リアルだな、本当に。え？どこだ、市場。黒いの布の露店を探す。見つからないぞ。露店だから適当にこの辺走ってみようか。ここ港だもんね。露店。あ、でも一応マークついてるか。ここか。針を探索。行ってみるか。カッパゲッチ市場。おい、ちょっといいか。船が沈むほどの銀を持ってるんだが、使い道を知らないか。声が大きいって。そんな自慢話したら危ないわ、特にこの辺ではね。露店を回って稼ぎを使えないなら市場に来た意味がないだろう。そんなに銀を使いたいの？なら細い路地へ行って。さあ早く。カッパーゲート市場だ。商人に銀をちらつかせれば興味を示すだろう。細い路地、どこだよ。気を抜くなよ。
さっき倉庫で問題があった。なんだ問題って。詳しいことは知らないが、針から守りを固めろって指示だ。日が暮れたらここで落ち合おう。針のところへ行く。ほう、お、いる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 。出ちゃう。おい。すまない。溜め込んだ銀を思いっきり使いたいんだが、協力してくれるか。何を売ってる。まあおなこっちゃいない。だがカッパーゲート市場に来たのは正解だ。誰かしら耳を貸すだろう。感謝する。うん。護衛は夜に市場で集まれ。夜？夜にすればいいのか？この市場じゃかなりの銀が回ってると聞いたぞ。あんたが興味を示しそうなものを持ってるんだが。ならグリゴリーと話すといい。校長とか。あんた何者なんだ。取引をしたいだけだ、グリゴリーとな。見たことない顔だ。どうやら喋りすぎたな。言ってくれ。はい。おい子供、さっき銀の話してたよね。イエス。大金を使いたいんだ。物乞いにやってる暇はない。ちょっと、物乞いじゃないって。大物の仲間なんだ。ハリのことか。あの人がそれ欲しがってる。本当に取引する気があるなら東門の近くの像へ行くといいよ。ではそうしよう。気をつけるんだぞ坊主。僕に言ってるの？頼むよ。僕の剣はそこらの奴らよりでかいんだ。でかきりゃいいってもんじゃねえぞ。銀は像の近くに隠されている。市場の東にある像の近くに隠れ家がある。おお。針をとりあえず探索しなきゃいけないんですが、夜になったらじゃあ針が出てくるってことかな。東側にある市場のあそこに一人誰かいそうだね。こっちか。よいしょ。ワインは売ってるか。街中だとどこにもなくて。悪いね、全部ユール態度の宴に持っていかれたよ。遅れてすまない。女があれでさ、わかるだろ。いいから急げ、巡回がある。楽しみだな。うわやばい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。なんか見つかっちゃったよ。よいしょ。いやいやいや、その東にある像の近くに行かなきゃいけないんですよ。市場の。よいしょ。うえ。なんだこれ、倒したことになってないか。もしかしてなんかマークがついてるぞ。おっ、鍵ゲットしたってことでいいよね多分。東の像。おい、あ、誰かいる。あ、こいつ前さんか。東に像なんてあるの。もう敵倒したことになってないんじゃない。うわぁ、東の像。ここ？針。もうちょっと向こうだね、そしたら。で？もうちょっとまっすぐ？どこだ？こっちじゃない。あー、出ちゃったのか、ユルビックから。いやー、ちょっと連続してるとね、
体力使いますね、やっぱりね。でも2本は取らなきゃいけないから、難しいとこだけど、頑張りましょうか。結構1日2本取りも大変なんですよ、これ。空の荷車、黒の布印がついてる。おお、この場所だな。そうか。うん、開かない。開かない。ああ、さっきの鍵か。針はネズミに紛れてるのか。お似合いだ。オッケーオッケー。針はネズミに紛れてるのか。お似合いだ。行くか。針の探索にね。よいしょ。あれ。よいしょ。で、これを放送してるときにね、収録してるときにね、Google のと Microsoft の収益が下がったっていうね、ニュースが出てて、まあ、広告を打ってくれる企業が減っちゃったってことなのかな。別の入り口があるはずだ。円高の影響でね、まあ、ドル決済してたら、例えば100ドルだったらさ、単純に考えたらさ、ね、円高で50円ぐらい上がってたとしたらね、その分だけ、5万、損するわけじゃないですか。だから広告とかも出し渋ってる可能性あるよね。よいしょ。まあ、それで広告費が下がってるのか、もしくは、円で決済したやつを、向こうで通りに変えて、単純に、1万円で取引してたものが通りに変えたら、60何円、66ドルぐらいしか、下水に工房があるのか、ならなくなっちゃってるっていう。針は何をしてるんだ。そういう下がり方かな、わかんないけどね。なんだ、なんか。たくさんの銀食器、一部は箱に入ったままだ。これも差し押さえた品か。何やってんだ、針とやらは。銀を溶かして、延べ棒やコインにしてる。一体どうする気だ。針って校長だろう。どう考えても。さあ、上から行くか、回り込んでいくか。なんだよ、なんか苦しんでるやつがいるぞ。やめてくれ、お願いだ。よいしょ、助けに来たぞ。よいしょ、踏みつけ。よいしょ。おい、踏みつけ。よーし。はい、下水部屋の鍵ゲット。あら、イベント進んじゃったね。やっぱ校長じゃ、グレゴリー。ここでお前を見つけても驚きはしない。驚きはしないよ。おい、なぜお前がここにいる。ヨルビックの港に不正はない。確かそう言ってなかったか。それがどうして差し押さえた品で手にした銀に埋もれてる。お前がハリか、それとも奴の手駒か。勘違いしてるな。世界という織物は使い古され、破れ、ボロボロになってしまった。それを縫い合わせるものが必要だ。つまり震えぬ強い手を持ち、針に糸を通せる私のような人間が。クソみたいな詩だが、おかげで疑問は解けた。ああ、まあ誰しも克服できないものはある。お前の場合はその鉄格子だ。何が来ようと敵じゃない。私なら侮ったりはしない。赤手組は我らの大義に忠実だ。商人たちとは違う。急いでやれ。片付いたら市場で合流だ。さて、赤手組のカッパーゲールで張りた体勢。喉をかき切ってやる。やっぱりお前、あ、結社の陣じゃねえか。よいしょ。おい、ダメージ受けてる時のこの強攻撃は、よいしょ、合う、シーソーエボル、まずい。
おう、ヒロコ注目 R さん。うぅ、なんとか倒したっぽいぞ、アイボル。ほい、お前の場合はその鉄格子だって言われたんだけど、この鉄格子は確かに開けられそうないな。注目、なんだ、終了。これ出れないってこと？あー、そういうことか。柱があるってことか。はしごがあるってことか。うん、よし、熱合者はなくてもここをくぐり抜けられるぞ。ということは、やつがたどった道を上から、ま、回れるってことじゃないのか。あ、なんかあるね。ほい、暗殺じゃ。ほい、525か。結構こいつら体力高くなってきたよね。やつらあそこでずっと村の警備をしてくれ。私は進む。曖昧クズめ、目の前で取り逃がすとはな。カッパーゲート市場で蹴りをつけてやる。うん、さあカッパーゲート市場で蹴りをつけてやるということで行きましょうか。今21分ぐらいだけどね。まあ、30分ぐらいで終わるんじゃないかな、今回のパートは。よし、行きましょう。お、晴れてるぞ。あ、すごいなんか、古代感あるな、この、出ていく感じね。注目って何に注目してんの、これ。わかんないな。全然注目と関係ないとこ通ってんだけど。うん、言い訳は散々聞いてきた。いいじゃねえか、言い訳したって。それはお前の要求が無茶だっていう話なんだよ。来てくれ、少し歩こう。散歩は体にいい。グリゴリー、この空気を堪能しよう。それに景色や音や匂い。お願いだグリゴリー、あんたなら気にしないと思って。コイン数枚じゃないか。しー、分かってる。お前のせいではなく私の過ちだ。その耳と耳の間には何も入ってないと思ってたんだ。ずっとあんたに銀を渡してきたせいで、自分どころか子供たちすら食わせられなくなった。どうか分かってくれ。ああ、神様。ヨルビックの商人諸君、私は可能性に満ちた未来を約束した。その見返りに求めたものはただ一つだ。覚えてるか。忠誠。忠誠だ。これを戒めとせよ。私の務めを脅かそうなどと夢思わぬことだ。慎重に行かないと。わあ、サクソン人かわいそう。本当音もなくやられたって感じだったね。ほらさて、やっちゃいました。グリグリ、脇が甘えよ、お前。そんなとこに出てきたら。子供の頃は神の涙が人の罪で凍って、雪になると思って。腹が減って力が入らず、空を見上げ祈った。神の涙が自分に落ちて、神が救ってくれること。だが救世主は神ではなく、貯蔵庫だった。私を素敵な家に迎え、豪勢な食事と温かい寝床をくれた。初めてだった。手を差し伸べてくれる優しくて思いやりのある人に出会ったのは、私はその時誓った。神が答えなかったその時に救いの手を差し伸べてくれた人を決して裏切りはしないと。つまりお前は何に加担してるか知りながら貯蔵庫に仕えた。結社のおかげで我らの人生が交わった。借りができたんだ。この町を破滅から救うことでその借りを返した。命
地への借りは強い動機だ。それがこの者の魂を支配し、突き動かし、手放さなかった。だがお前は自分に与えられた憐れみを忘れ、大義とやらのために大勢を苦しめた。確かにそうだ。私は死んで当然だろう。だが私は大きな歯車の一部に過ぎない。今も歯車は回り続けている。それもすぐ止まる。お前のための涙が流れることは。はい、これで針がやっつけられましたね。前にも見たな。議会のどこかにあった。ユビナに見せておこう。なんだと？おい。よいしょ、とりあえずじゃあユビナに見せに行くか。おい、劉備な、議会に裏切り者がいそうだぞ。結社の一員ハリーをとりあえず倒しました。見るからに怪しいやつだったね、本当に。議会のどこかに、あ、なんだこいつは、話しかけしてくれるやつがいるぞ。入らないのです。脅すか、もっと直接的な手に。冷たすぎる、入りたくない。でも洗礼を受ければ脅すか、もっと直接的な手に出るか。商売の拡大のために洗礼を受けるなどと全く聞いたことがありませんよ。うん、洗礼って確か水浴びみたいなのしなきゃいけないんだよね。俺は体が弱いんだ、寒さでコロッと死んじまうよ。盗む、よいしょ。さあ、私も体が弱いんだ。寒さは応えるよ、これからの季節ね。えどうしような。よいしょ、向こう岸に渡らないといけないのか。それで盗むっていうコマンドがあったのか、もしや。とりあえずリビナのとこに行ったら終了にしよっか、今回はね。その誰がね、結社の一員なのかっていうのを、よいしょ、探らなきゃいけないのね。よいしょ。私は、彼が結社の位置になってるんじゃないかと、ちょっと怪しんでるんだけどね。ヨーク。リビナとヨーク。実はヨークが結社に魂を売ってしまってるんじゃないでしょうか。さて、図書館に行くっていう選択肢もあるんですが、それは次回にしましょう。ちょっとね、体力が持ちそうにないので、ちょっと今回は申し訳ないですが、もう1時間ちょっと前にやってるんでね。あとはもう30分ということで、プレイさせてください。今日はちょっと定術がだからできそうないな。いやー無理だな。じゃあ勉強しなきゃいけないしね。おい、あら、リビナ、キャナトークユインタラクトできないな、会話のあれが出てこない。よし、進展はあった。針に刺されることはもうない。さすがね、エーボル。それで針は誰だったの？ルビナ、市場が何者かに襲撃されたぞ。校長のグリゴリーが殺された。奴が針だ。差し押さえた品を売り払い、貯蔵庫に銀を渡してた。そんな権限などなかったのに、なぜみんな奴を信じたんだ？議会の印象、あのネズミめ。手に負えなくなってきたな。奴はどうやってこれを。気がかりだ。俺はユール態度の宴の準備に戻る。だが耳を澄ませ、目を凝らしておこう。無茶するなよ。ヨールじゃなさそうだな。一人はやった。あと二人だ。キリスト教の書物を追えばたどり着けるはずよ。書庫を調べて。はーい。ということで、次回書庫調べに行こう。絶対さ、ヨールとお話ししてたさ、ヨールとやつ、王と話してた、ね、もう一人の男がね、貯蔵庫だよね、多分ね。だいたい、登場人物、すでに登場してる人物がね、出てくるから。キリスト教の書物。
はい、ということで今回はこれ終了したいと思います。ご視聴誠にありがとうございます。まあパターン化はしてるけどさ、そこに至るまでのあのストーリーはね、興味深いものがあるので、まあ最終的にはね、誰かが一番最後裏切り者が分かって、そいつがこもる城に波状槌を持って行って打ち込んで城を壊して同盟結んだっていうので大体終わると思いますけど、まあそのストーリーに至るまでのストーリーをまたね楽しんでいきましょう。ということで、 Thank you for watching. If you like this video, please subscribe to my channel. ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。